さまざまな分野で社会に貢献した個人や団体を称える表彰式が行われ、都内からは個人1人と5つの団体が表彰されました。この表彰は社会貢献を支援する財団が日本財団の助成を受けて毎年行っているもので、今年は国内外47の個人や団体に贈られました。都内からは小児がんへの理解を広める活動を行う団体を設立するなどした小俣智子さんが個人として受賞。団体では去年10月に大島町で起きた土石流災害の際、不眠不休で避難や救援活動に当たった大島町消防団や、東京湾の再生・浄化に取り組み、去年およそ50年ぶりとなる海水浴場を限定復活させた地域住民らで作るふるさと東京を考える実行委員会など5つが受賞しました。このうち日の出町の太陽福祉協会は、知的障害者の社会参加を促す施設として30年近く活動してきた実績が評価されました。協会では敷地内にある古民家で訪れる人が忍者体験や陶芸体験ができるユニークな障害者施設を運営。障害のある人たちが施設の管理や掃除、農作業に取り組み、地域の理解を得ながら活動を続けています。また障害者を支えるボランティアの養成にも力を入れ、若者を中心に年間およそ1000人が障害者への理解を深める活動に取り組んでいます。山の中の施設ですけども、都会の人とか外国の人にも来ていただいて、障害者だけではなくて、関わってくださったみんなが輝けるような、そういう施設にしていこうというふうに思ってます。協会では自然豊かな地域の特色を生かしながら、障害者の働く場や日本の文化を発信する場となるよう、今後も活動を続けたいとしています。